あー、すごい肺が本当に。なんか硬さが伝わりますもん。いや、私多分モンハさんの過去最悪のコンディションなんじゃないかなって。20代の体じゃないですね。やばい。パールかけますね。はい。やっぱり姿勢前より良くない ですね。ですよでね。すね。結構もう苦しくないですか？苦しい。苦しいですよね。ここがもう針がすごく強く出ちゃっていて、変わっちゃってますね。こう首がかなり前に出て、この背中の丸みが強くなって、ねえ。あ、もう張り方すごいですね。ですよね。ああ、これはよくないですね。ここ数ヶ月。ここら辺とか特に、いや、胃とかよ、ちょっと今きついですかね。そう、なんかあんまり考えないようにしてて、ああ、そっなんかか。自分に気使ってる余裕がここ数ヶ月なくて、そうそう。食欲ないっておっしゃってましたもんね。ちょっと落ちちゃってるって。そうですね。すっごい硬いですね。張り方がやっぱり、やっぱちょっとね、炎症だったりとか、やっぱりこう免疫力落ちて、心身がそうですね。ね、ちょっと。これは痛いですよね。これで痛いですよね。いやー、全然、もう、突っ張っちゃってますよね。硬いですね。ちょっとまずきつくない範囲で、特にここですね。胃の裏のあたり。うわー、すごい。このまま腰まですごい硬いですね。右より左ですね。なんかこう自分の手でトントンこう叩いたりするじゃないですか。なんええ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 か手の方が痛いとか、最近もう触んないようにしてて。もう何もできない状態になっちゃったんですそうね。そう。叩けば手が痛いし。そう。ああ、でも本当そうですよね。なんか自転車に乗るのも、ちょっと良くないとかなっちゃうとね、食べ物から行動から制限が。これ今どうですか？痛すぎます？気持ちいい痛で気す。持ちいいぐらいですか？この辺からまたちょっときついですよね。腰やばいですね。腰がすごい硬い。ああ、すごい肺が本当に。なんか硬さが伝わりますもん、い自分やーでねー、やってもらってそう。て。いや、私多分モンハさんの過去最悪のコンディションなんじゃないかなって。もうなんかあれですね。鉄板みたいになっいてやー、ます。そうそう、本当そうなんですよ。20代の体じゃないですね。そうか、でもまあね、ちょっとストレスって本当万病のもとですからね。こうマッサージ行こうと思ってえ財布開けるとえ空っていうええ空 貧困さがまたやっぱりストレスで それのなんか悪循環だったんですよ、ここ数ヶ月。お金もなかったんですね。なかったんです。ああ、体は辛いわ、お金はないわになっちゃうと、もうそうなんですよ、やばい生よ。
きる喜びがないですよね。貧困女子の闇ですよ。本当ですね。なんか援助してほしいですね。ね、なんかマッサージクラウドファンディングとか。ああ、やったらいいんじゃないですか。いやでもマジちょっとすごいですね今日の硬さ。そうですよ、ね。こんな疲れちゃってたんですね。起きれなくないですかもう。あ、起きるのが辛いですよね。あの時間通り起きれて迎えたら今日は調子がいいみたいな。あ、うん、まあ、なんかそういうレベルになって。おばあちゃんみたいな感じですね。いけるかどうか分かんないんだけどみたいな。もう体の調子によるのよねみたいな。はい、寝たきりの。ね、そんな感じ。いやーマジで大変ですね。硬いですね、うん、痛いっすね。きついですかね。ギリギリですか。気持ちいいですか。かわいそうに。あ、でもね、なんか全部そうですよね。元気じゃないと働けないし、はい、働けないとお金なくなるし、自分出資で映画をやってて、うん、ああ、はい、いいですよね。でもそのバカな女がですね、バカな女が飛び上がって、はい、飛び上がった。その損害でちょっとね、火の車だった。あ、マジっすか、そんなことが。そうなんです。ああ、でもよくあることですよね。なんかトーマスさんも言ってました、そういうことありました。なんかタモアスはね、まだそれを武勇伝にできるからいいんですよ、ほうほう。こっちなんか同性だし、もうただ腹が立つだけ。ああ、そうだね。ね、もう本当、でもすごいですよね。やるの確かに大変ですよね。人数いるし、誰か一人でもそうやって勝手なことされると全部台無しですもんね。あ、そう、損害をがモハさんに来るんですね。きついっすね。そういう時やっぱ守ってくれる人がいないのって辛いっすよね。事務所とか入ってるとちょっと上が話しつけてくれたりするけど、なんかフリーで固めると、うん、そうですよね。本当そういうとこありますね。自分も何が辛いってやっぱそう、 YouTube とかでも規制かかった時に、うん、全部自分でやってるから、うん、誰も間に入ってくれないから。そうですよね。泣き寝入り、そう、最悪泣き寝入りなんですよね、うん。だからもう事務所入ろうかなと思って。前も言ってましたよね。なんかあと YouTuber 的な後ろ盾を作らないとかなと。あ、ちょっと柔らかくなってきましたよ。あ、よかった。はい、悪口言ったからかな。で、出したかったものを出したせいじゃないですか。言っていいですよ、もう。この際。ねえ、でもまあそう。なんかまあうまく運ばないですよね。やっぱいろいろトラブルが。そうなんですよ。痛いですか。Thank you.